統一地方選挙後半戦のうち121の町長村長選挙と374の町村議会議員選挙が今日告示されました。檜原村長選挙は現職以外に立候補者が現れず、前回同様現職が無投票で3回目の当選を果たしました。失礼します。はい、こういうかな。千葉本人をもちまして、坂本芳次候補しかいないということで、坂本芳次当選が決まりました。檜原村長選挙の立候補届け出は先ほど午後5時に締め切られました。しかし現職の坂本芳次候補以外に届け出がなかったため、坂本候補が前回に続き無投票で3回目の当選となりました。乾杯。檜原村の永遠の課題であります財源確保と過疎対策、これを中心に4年間取り組んでまいります。村長選をめぐっては8年前に僅差で敗れた元村議が一時出馬の意向を固めましたが、今月上旬体制が整わないとして断念していました。今回の統一地方選挙後半戦、都内の区市町村長選挙で当選を決めたのは坂本候補が初めてです。